どうもこんにちは、レインボーパンチのキング佐藤と、お前ら YouTube 見るならアベマ TV 見ろ、 TK だ。ビーフでーす。カスカスや。カラオケ来ました。カラオケ来ちゃいました。カラオケ何ですか今日は。まあ今日も、まあ、前回に引き続き無音カラオケ第2弾やっていこうかと思います。やったー。第2弾ですからね。第2弾、前回負けたんで、はいはい、ちょっと今日はリベンジしたいなと思って。いやー、なるほどね。無音カラオケ点数を競うわけですね。そうですね、はい、でやっていこうかと。罰ゲームいるんじゃないですか。まあ、罰ゲームはいるよね、まあ、恒例の。前回僕も秋前されたんですけど、ビーちゃん出しますよ。今回はじゃん、からしです。鼻にからしを入れてくる。はい、そうですね。結構厳しいんじゃないですか、からしを鼻に入れて。いや、きついよ、普通にスーンってくるもん。あこれわさびが普通。あ、なるほどね。あ、じゃあ先生と戦っていきましょう。そうですね、やりましょう。いきましょう、レッツゴー。記憶のかけらに描いたバラを見つめて、バーラスティでどれだけ涙を流せば、やばすぎだろ、あなたを忘れられジャスティビーバイ、どこまで歩いて見ても涙で明日が見えない。お、点数出ました。お、何ですか、なんて。お、あー、84か。まあまあまあ、まあまあ、危ういね。危うい。あー、あー、あー、ちょっと聞こえてる、聞こえるんだよ、なんかすごい。あ、でもまあまあまあそう、育ってきた環境が違うから、好き嫌いは否めない、一緒にいたいのさ、うー、頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ、少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のことを好きなのさ。お、出ました。お、お、お、92で。お、さすが、さすが、まあ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 、ああ、どれだけ頑張れない、誰かのためなの、この時を楽しめない、めばい、あれもこれもその手でドアを開けましょう、そして輝くウルトラソウル。はい、なんて、なんて、なんて、91、おい、誰がハゲだ、91、おい。ということでですね、ビーフちゃんが、ビーフちゃん84点。そうですよ。まあ、風邪っていうのもあったけど、それは今日に合わせてしっかり体調管理していかないといけないです。いや、大丈夫ですよ、全然。からし、レッツゴー。じゃあ実際罰ゲームいきますよ。いきます。はい、お願いします。4、3、2、1、くちょ、やべ、いって、やばい、これやばい、やばい、ちょ、いって、なんか飛んでる、あー、鼻の中やばいんだけど、あー、あー、あー、笑ったらしいね、なんか本当だよ。